本日は令和3年の6月の25日金曜日、ただいまの時刻は、20時51分でございます。本日をもちまして東京都議会議員選挙葛飾区選挙区より立候補いたしました議席を減らしますと黒瀬のわけでございます。そして、今回はポスター貼りのお願いになります。日にちは6月の27日日曜日、場所は新小岩駅東北広場の、時間がですね11時半集合ということになります。皆様心よりご協力よろしくお願いいたします。皆様にお伝えさせていただきたい、ポイントがちょっと2つありまして、まあね、もう今でも本当にもう日本中をねもう震撼させているもうこのね立候補だったということですよね。ね、議席を減らしますとの初陣でございます、ね、もう日本中のですねもう政治家がですねもうおおともうね、そしてもう日本のね、もう戦艦もですねもうみたいなね、もう届けて候補を見てってなってねもう震撼をしてるというね、もうそれぐらいもうね現在激震が走っている内容になっております、ね、そりゃそうです。もうこの公約に関してですねもう確実にそして具体的にということで ね私当選した場合は、ね、100日後に議員職いたしますということでやらせていただきますのでですね、ぜひ皆様よろしくお願いいたしますということなんですけども、このポスター貼りのこの日曜日なんですが、天気予報がねちょっと雨ということで、まあ、非常にですねちょっとやっぱその辺はちょっと考慮してぜひご参加いただけたらなと思っておりますので、タオルとかねそういった本当に風邪ひかないようにですねそういった部分は本当に皆様まあ、考慮していただいて、まあ、ぜひ参加していただければなというふうに思っております。そして、もう一つなんですけども、実はですね私ちょっとコールセンターの業務が、日曜日に入っておりまして、でまあちょっとその業務もですねちょっとまあ、出る形になりますので、実はこの日のちょっとポスター貼りに私はちょっと参加できないような、まあ、少しちょっと顔出しさせていただく可能性はあるんですけども、ポスター貼りねでちょっと私はこの日は参加できませんということで、まあ、その辺に関してもですね、ぜひちょっと皆様には、ご理解いただけたらなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。はい、ということでまあね、もちろんこの日曜日に全てね、ポスター貼り終える、必要はないというかですね、まあそういった私の中での考えや予定にはなっておりませんので、もちろん皆様ができる限り本当にね少しでももちろん構いませんので、ぜひ参加ご参加していただければなというふうに思っております。まあ本当にねその中で、たくさん皆さんもにもね情報拡散していただけたらなと思っております。はい、私のね本日のツイートの中でも上げてるんですけども、もちろんね後藤輝樹さんとか、川雄介さんとかね、まあそういったあとテレビ改革等ですかね、そういった方々とかも立候補されておりますので、結構ねまあ注目されてる選挙区なんじゃないかなというふうに私は思っておりますので、まあね、13人、立候補しておりますし、立候補者もね、多いところでございます。はい。ぜひですね、皆様の、お力添え、本当に心よりよろしくお願いいたします。ということでございましてですね、まあ、私もですね、また月曜日、平日とかにですね、まあ、空いたところで、まあ、晴れなかったところとかっていうのをね、補っていけるような形で、やっていきたいなというふうに思っております。はい、ということでございましてですね、まあ本日は短い、内容になりますけども、以上となります。ぜひよろしくお願いいたします。それでは東京都葛飾区より NHK をビッグコース、ありがとうございました。